NHK をぶっ壊すということで、令和3年5月14日2021年です。11時54分です。ちょっとね短めに選挙者地代こと地代石渡智弘さんの裁判やっと皆さんにご覧いただけるようになりました。7月の26日、今年2021年7月26日1時30分から千葉県のですね千葉地方裁判所の松戸支部です。松戸駅から徒歩5分ぐらいのところなんですが行われます。地代君がですね、約50分質問にそれぞれの弁護士原告の弁護士被告の弁護士の質問からに回答するということで、3人この日は証人で、決まりました。先ほど電話かけて決まりましたが、この動画ではのりこさんと表現しているですね、NHK 党の関係者がパンフレットを送ったんだと唯一ですね、証言とをしているですねのりこさんっていう人が60分でそれで、のりこさんに犯人とされているですね、竹本をですね、ピアノこと竹本誠君が、40分、それぞれ、対応するということで、まあ、約2時間半にわたってですね、7月の26日月曜日、尋問が行われます。これは公開されている法廷ですので、ぜひ多くの方お越しいただいて、まあ、抽選になるかもしれませんがご覧いただきたいと思います。選挙ウォッチャー地代君もうね、副総社のやっているハーバービジネスオンラインというのも休刊になりました。いろんな理由がある。私はもう事前に6月には、亡くなりますと皆さんにお伝えした通り私の予告通りですね地代君が唯一よりどことをしていたハーバービジネスオンラインは休刊になりました。まあ、記事の内容でいろいろとまあ問題がやはりあったんだろうというように思っております。逆に地代君はそのことを知らなかったようです。地代君が一生懸命書き続けた副総社のハーバービジネスオンライン側からは地代君に休刊の知らせというのはなかったというふうに認識しておりまして逆に、いっぱい批判をされている私の方にはハーバービジネスオンラインは6月までには休刊しますという連絡が来ていたということであります。まあこれ以外にもですね、石渡貴博さんというですね地代君が最初に書いた記事の方がですね、もう本名を出してですね、地代君の言っていることが、まあ、間違いとまでは言っているわけではないんですが、パンフレットを送っているのは高信教であるということをですねもう実名を出して弁護士ニュースドットコムニュースに登場しておりますので、まあ、地代君は今回3つの尋問釈明いわゆる質問したんですけどねこの石渡地代さんというもう一人の被害者はどういう被害を受けたんですかっていうこと、またこの石渡地代智弘さんと一緒にですねあごめんなさい石渡隆弘さんと一緒に情報公開をやったことについてどのような結果が得られたのか、また大橋正信議員のですね隠している公開されていない個人メールはどうやって特定したんですかとこの3つの質問に対して何一つ回答してこなかった、まあ、文章でも回答してこなかったんで今日裁判所がこれもう回答しないんですかって言ったら裁判官がねもう必要ないから回答しまいいや必要ないから回答しないんだったらちゃんと文章で出してきたらどうですかとは思ったんですがまあいずれにしてももう地代君がアップアップの状態であってですねもう僕も地代君が謝ったら許すっていう姿勢には未だ変わりはないんですがもう彼は本当に昔の日本軍がですね、東京都や大阪に空襲ですね最後原爆が落とされるまで、まあ、降伏しなかったようにどんなに不利になっても彼は謝罪しないんだろうなというのがそういうふうにすごく感じています。ということで、地代君に関する裁判7月の26日に、最終的にこれで結審すると思います。で判決がおそらくこのペースでいくと9月になるかと思います。まあ、衆議院選挙前には地代君に対する裁判の判決が出るかなというふうに考えております。非常に良かったなと思っております。以上です。国政政党党首立花隆が NHK をぶっ壊す。